揚げていきます。皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日再現するレシピはファミリーマートのファミチキです。少し前にYouTube で何を再現してほしいですかっていうアンケートを取ったんですよ。それの1位がコンビニのホットスナックだったんです。でホットスナックは今まで再現したことがなくて、コンビニスイーツはいくつかやったことがあったんですけど、ホットスナック初ということで、まず一番最初にやったのがこのファミリーマートのファミチキです。結構大変でした。試作もう何回も何回も何回もして、何が難しかったかって、まあもちろん食感とか味もそうなんですけど、大きさ形かなりね難しいですね。やっぱりね、そういうこう大量生産してるものの味とかこう見た目とかを、まあ工場やったらね、なんかできることを家庭で同じようにするっていうのはすごく難しかったんですけど、今日は簡単にお家で再現できるレシピを作ったので、皆さんファミリーマートのファミチキ作っていきましょう。ファミチキの再現レシピの材料です。鶏もも肉皮付きのもの1枚、香りソルト、ガーリック&オニオン適量、お助けスパイス万能きめこさん小さじ1、小麦粉 30g、 卵1個、パン粉適量です。はい、今回の再現のポイントである調味料2つがこちらです。まず、鶏肉の下味に使うのがこちらの香りソルト、ガーリック&オニオン。お肉の下味にはガーリックとオニオンをどうしても入れたかったので、これがお手軽だと思いました。そしてもう一つ、衣に使うスパイスがこちら、カルディのお助けスパイス万能きめこさん。こっちにもね、いろんなスパイスが入ってて、今回この2つがポイントになっています。はい、ではまずお肉を切っていくんですけど、ちょっとええもん見つけました。これね、まな板に引く抗菌カッティングシート、ドンキで買ったんですけどね、情熱価格で。これこのラップみたいになってて、結構分厚いシートなんですよ。でこれもうお肉とかお魚とかね、切るときにこれラップみたいに切って使ったら、もうそれポイって捨てたらいいんで、めちゃめちゃ便利で。しかもね、これね、カッターがついてるんですよ。私もめっちゃケチやから、もう使う幅だけしか出さへんの。ほら、シャー、こんな風にケチすぎはい、それではお肉をちょっと薄くしていきます。これがねかなりポイントで、もうだいぶ薄いんですよ。でこの盛り上がってるところを開いていきます。ちょっとね叩いていきますね。肉たたきがある方は肉たたきを使っていただいて、100均でも売ってますね、肉たたき。これなんて言ったらいいんやろ、もうめっちゃ薄いです。5ミリぐらい。ファミチキって衣がついて1センチぐらいやんね。そう思うと割とね、衣の部分が多いので、しっかり叩いて開きます。この感じ、ちょっとこの厚さが、じゃあこれをファミチキっぽく切っていくんですけど、衣つけるからね、これはね、ちょっとね、どういう風に切ったらいいかっていうのはね、お肉によって変わるから、まあこう本当ね、ファミチキだとこうこれぐらいやんね。ちょっと皆さん、ここはちょっとファミチキの大きさをイメージして切ってください。はい、それでは下味をつけていきます。香りソルト、ガーリック&オニオンをかけていきます。
これね結構ね味が濃いのでパラパラで大丈夫です。はい、では、これ下味をつけたものを10分ぐらい置いておきます。はい、では衣を作っていきます。まずは卵を割っていきます。はい、卵を溶きほぐします。はい、そしたら小麦粉ときめこさんを入れます。きめこさん入れます。バッター液の完成です。はい、では衣をつけていきます。これね、ポイントは、パン粉はあまりつけないのがポイントです。つけすぎるとね、チキンカツみたいになってしまうの で今回使ってるのが、これだとちょっとね、自分で家で、作った自家製の生パン粉です。もしね、スーパーに売ってるパン粉使うんやったら、細粒、細かく、粗挽きじゃなくて細かく引いてるパン粉を使ってください。で、そんなにつけへん、もうちょっと表面ついたかなっていうぐらいね、これぐらいでつけていきます。はい、では揚げていきます。アルソンフォマンゴーっていう、知ってる？よくね、なんかマンゴーのね、商品ね、例えばね、マンゴーのキャラメルコーンとかマンゴーのクッキーとか買った時にアルソンフォマンゴーしようって書いてるんや。なんかシャトレーゼのマンゴーのアイスクリームにもアルソンフォマンゴーしようって書いてるから、まあ確か、あ、アルソンフォマンゴーってすごいんやろなとはずっと思ってた。でも何かは知らんくって、まあ調べたこともなかった。で、この間ね、マンゴーの、ね、クッキーにもね、アルソンフォマンゴー塩って書いてて、まあ、自分がブログで紹介するときに、なんとアルソンフォマンゴー塩ですって書いとんのに、自分がアルソンフォマンゴーなんか知らんかったらあかんやろうと思って調べたんや。そしたら、インドの最高級の、まあ、マンゴーで、マハラジャに献上されてたマンゴーって書かれてた。っていうか、マハラジャって何？と思う。六本木のディスコちゃうでって話やねんけど、はい、きつね色になったのでひっくり返します。で、今度はマハラジャを検索したんよ。そしたら六本木のディスコっていうのと、インドの大王っていう意味やねんって。そう、知らんやろ、マハラジャってよく聞くやん。大王っていう意味やねんって。え、どう？ちょっと学べた？はい、いい色に上がりましたね。はい、というわけでできました。どうですか、この衣の感じとか、いい感じに再現できたと思います。はい、皆さんいかがでしたか？実はですね、その今回の味のポイントになったのが、なんとカルディのきめこさんでした。あのね、ほんとね、まあもちろん本物はきめこさんを使ってるわけじゃないんやと思うんですけど、お家でいろんなスパイスを揃えるのって大変じゃないですか。で、まあカルディやと、あのみんな行けるところにあるんちゃうかなと思って、このきめこさんを、使うことにしたんですけど、まあ本当にあの衣に味をつけるのにカルディのきめこさんを使ったっていうところが、もう第一のポイントでした。あとはね、その食感ですね、その小麦粉をあの水で溶いたやつだけをつけてあげたりとか、パン粉をつけたりとか、また小麦粉はたいてつけたりとかやったんですけど、まあ、これもね、本物がパン粉を使ってるかどうかって言ったらちょっとわからないんですけど、まあ、家族にいろいろ食べてもらった結果、パン粉の食感が一番似てるということで今回のレシピになりました。まあ、次はファミチキときたら L チキでしょうか。
味が多分全然違うんでしょうね。なんか少し前にいろいろ食べて、もうあれ食べ尽くしてるみたいなこと言ったんですけど、まだ実は食べてないんですけど、次はエルチキ、はたまた揚げ鶏でしょうか。頑張っていきたいと思います。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。